今年、去年、バケモン、ダタニは調子ええな。去年のトータニは下振れ、今年のトータニは上振れ。地球が多いからダメってこと。あと脱三振少ない。脱三振はイニング少ないだけで率はほぼ変わってないやろ。去年より下がってる。KBB が一昨年までの水準に戻ってしまったな。ピッチクロックのせいか。いや、コントロールが悪すぎる。今日のクソコントロールで指標下がっただけやろ。2021の前半戦みたいな投球しとったわ。打撃は間違いなくキャリアハイ行くな。去年も悪い日は5四球とかやっとったし。ピッチクロックあるから投手は下がるのはあるやろ。